おはざーす。エフラン大学生ボットモザイクです。今日はですね、また新人墓地系 YouTuber の紹介をね、していきたいなと思います。岩佐なぎさんという方で、まず目を引くのがこのイラストアイコンですね。画像検索してみたところ何も引っかからなかったので、これおそらく自作のね、イラストということで、そういったその美術みたいな、美的生産活動みたいなもたしなまれているような方なのかなと、美的センスのある方なのかなっていうのはまず印象として持ちますよね。で、もう一つはやはりそのチャンネル登録者数ですよね。チャンネル登録者数とチャンネルの総再生回数っていうのがこの概要から見れるんですけども、皆さん何か感じませんかね。これやってる人じゃないとわからないと思うんですけど、これ総再生回数に対してチャンネル登録者の数がめちゃくちゃ多いんですよ。これ僕勝手にレートって呼んでるんですけど、何回再生されたら1人登録者数が増えるのかっていう、そういう値でして、ちょっとね、さっきこれ日本取り直しなんですけど、さっきは僕300回再生されて1人って言って、それはエフランの脳で計算ミスで30回で1人なんですよ、大体。ちょっと厳密には違うんですけど、数十回、30回から50回ぐらい再生されて1人登録してるんですね。これはもうありえないぐらい高い数字です。だからもう僕は本当にそのショートを3本ぐらい出してた。結構その初期の時点で0.004。だから1000人、1000回再生されて4人登録するとか、もう全然次元が違うんですね、登録率が。本当羨ましい限りだなっていうふうに思います。っていう感じでちょっとね、最初余談を挟んでしまったんですけども、この方どういう系の YouTuber かっていうと、統合失調症の、をなんかそのキャラとして、キャラっていうかその統合失調症の、墓地系 YouTuber っていう、結構新しめの。で、やっぱりその、この過去のね、生い立ちみたいなの動画もね、10分ぐらい見させていただいたんですけど、やっぱりその学生時代は暗くて、で、大学を中退して、そこから統合失調症が発症して大学を中退して、で、働き始めたけど、仕事も辞めたりとか、なんだかあって、今 YouTuber やってますみたいな。で、それに対してコメントでも壮絶な人生ですね、みたいなコメントがついてて。いやー、ちょっとね、私としましては非常に怒り心頭ですよ。この方は結構その、中学生の段階で英検、中学生じゃなかったかな、小学生だったかな。まず幼稚園の段階で公文に入る。すごい英才教育ですよね。ちなみに年はこれ言っていいのかな、26歳か27歳だと思うんですけど、公文はね、国語と数学がね、あ、ち、中、小、あの、幼稚園から始めた公文は中学生まで続けたらしいんですけど、国語と数学はなんかギブしちゃったらしいんですけど、英語が結構才能があったらしくて、英語はすごい最後の、教材最後の部分まで、カリキュラムをね、履修されたみたいで、今見てるんですけど、小学校の4年生で英検4級を取得されてるんですね。で、中学ね、入ってすぐに英検準2なんですよ。めちゃくちゃ優秀なんですね。で、ここに関しては優秀なんですけど、でもなんかその、その後に、なんか学校のなんかその、学内勉強のその順位で、最後の高校1年生の期末かな、なんか、1位を取ったとか、あとその高校は、進学校っぽい、自称進学校って本人は一回言い直されてましたけど、自称進学校的な、だから、わかんないですけど、偏差値50後半とか60ぐらいの高校に入って、そこでその高1の最後ら辺で1位を取ったけど、もうそこからはもうやる気なくなっちゃって、なんか大学受験もそんなに、家から通える近い大学に適当に進学したみたいな話されてて、で、それに対して、その後、うつ病編が始まるんですね。うつ病編じゃなかった、統合失調症編が始まるんですけど、やっぱね、コメント見てると、壮絶な人生ですね、かわいそうですね、みたいな、来るんですけど、あんま僕と変わんないんですよね。いや、もちろんね、この岩佐なぎさの方が IQ 高い、IQ 多分30ぐらい俺より高いと思うんですけど、僕も中学、小学校もそうだね、小中高とずっと暗い人間でしたし、幼稚園からいじめられてますし、高校の時は運よくいじめられなかったですけど、高校の偏差値も、中高一貫なんで、厳密には言えないんですけど、偏差値としては非常にその自称進学校と言われるような偏差値帯で、高校の時はね、そんなに成績良くなかったですけど、例えば中学の時だったら、学年でなんか9位とかね、取った時あるんですね。
まあもちろんその母数の人数とか違うんで一概には言えないし、まあ岩佐なぎささん1位なんで岩佐なぎさんの方がすごいんですけど、でまあ仮に僕がねこういう話を動画に出したかとして、壮絶な人生でしたねなんてコメントつかないんですよね。それはなんでかっていうと、やっぱり岩佐なぎさんの見た目がいいんですよ。見た目が良くて若い、まあこの人その特にその見た目がね、僕年齢は26か27って聞いてびっくりしましたよ。これ18歳とか言われても全然信じれるレベルの、まあ、動画で、まあ、ルックスが良くて、まあ、そういう人がね顔出しで、まあ、こういう Vlog みたいに投稿してたら、まあ、それはね男が釣られてね、まあ、ホイホイ寄ってきて、いやなんかかわいそうだねとか、なんか優しいコメントたくさん書くんですよ、まあ、しかもその再生数もまあ多いですよ。再生数も確かに多いんですけど、まあでも今ね YouTube ブームみたいなの終わってるんで、 YouTuber ブームか、まあ、ちょっとその再生数はね1、2年ぐらい前にのこういう YouTuber よりは少ないんですけど、でもやっぱ登録率がめちゃくちゃ高いんですよ。総再生回数で1万5000回ですよ。それでもう500人近くの登録者がいるんですから、もうどれだけの人がね動画を見てすぐに登録ボタンをクリックしたかっていうのが現れてますよね。うん、まあもちろんね、さっき僕と似てるんですよみたいな、僕もそんな僕の同じようなもんなんですよみたいなこと言いましたけど、まあ、僕は大学を中退していませんし、統合失調症で、なんて言うんでしょう、診断を受けてるわけじゃないんですけど、でも私も非常にもう統合、自分の中では結構統合失調症だなっていうふうに思ってて、まあどういうことかっていうと、結構被害妄想がね、止まらないんですよね。まあ実際に例えば過去に幼稚園にいじめられたこと、これ事実。中学受験の時の塾、だから小学校の時の塾でいじめられた、これも事実です。紛れもない。で、中学の時にいじめられた、これもまた事実なんですけど、まあ、それ以上にすごい被害妄想というか、まあ、今大学生になってますけど、別に大学ではいじめられたとかはないんですけど、まあなんか誰かが俺の悪口言ってるんじゃないかな、みたいなこととか、まあなんかその、ね、まあそういうなんか通り魔に会うんじゃないかとかも、そういう含めて、被害妄想がですね、非常に膨らむことが多いんですね。まあその実際過去のことを思い出したりとかしても、まあ厳密には私高校の時はいじめられてないんですけど、なんか高校の時もなんかいじめられて、のかなみたいに自分の中で勝手に思っちゃうような時もありまして、まあ、非常にですね、まあ、診断はされてないので、まあ、アンオフィシャルではあるんですけど、私もね統合失調症みたいなもんなんですよね。はい、まあ、ただやはりね私がこういうことを言って、まあ、私も統合失調症だみたいなことを言ったとしても、まあ、誰からもね、まあ、かわいそうだねとは言っていただけませんし、まあ、このようにね登録者数を大量に獲得するってこともできませんし、まあ本当にね、まあこういうね、岩佐凪さんみたいなこのチャンネル登録してる人、まあおじさんとかになってくるともう救えないんですけど、おじさんもでも救済対象かな。まあ弱者男性みたいな、結婚してない彼女いないおじさんだったりとか、あとまあ若者でも僕みたいなそのね、陰キャーチー牛みたいな、まあ彼女いません、モテません、常時的に言うとね、スポーツの経験もあんまりないですとか、まあ友達いなくてみたいな、そういう人が、こういう岩佐凪さん、まあ、岩佐凪さん実際に大学でもなんか友達が、てか友達いるって言ってましたね。気が合う友達がいないって言って、友達いるって言ったんで、僕より全然上なんですね。まあ、そういうのを見て、な勝手にその自分と似てるみたいな共感して、まあ、こういうところにコメントを書くと、ね、まあ、岩佐凪さんもね、今は登録者、まあ、多いって言いましたけど、でもまあ500人いかないので、まあ、1日に来るコメントの量も限られてます、おそらく。なのでコメントしたらね、もしかしたら返してくれるかもしれない。まあ、そういうことでね、まあ、こういう陰キャ地域は勘違いして、まあ、自分たち、俺ら、僕らと同じような、女子がいるんだって言って、ワンチャンっていうか、なんか、コメントも返してくれるし、なんか友達になれるんじゃないかな、みたいなことを思って書いちゃうんですけども、まあ、残念ながらね、岩佐凪さん、これ今後どんどん伸びます。少なくともね、登録者1万人までは全然軽くいくんじゃないかなっていうふうに私は見てます。なんて言うんでしょう、新しい、まあ、新時代の田村かえみたいな感じですよね。いますよ、なんか池ちゃんとかも いっぱいいます。なんか池ちゃんのこと叩く人とかいますけど、まあ、池ちゃん登録してんのはお前だぞって私は思いますからね、本当に。うん。だから、ちょっと話長くなっちゃったんですけど、陰キャチー牛は、まあ、こういう、ちょっとその、まあ確かに統合失調症なのは本当かもしれないけど、こういうなんかアイドルなんですよね。結局その統合失調症ですよ。最近アイドルにも多様性が認められてるっていう、ただそれだけの話で、統合失調症の人がアイドルになるのは別にいいと思うし、そういうのを自分のキャラとして売り出すのはその個人の自由なんですけど、まあ、そういう統合失調症アイドルに対して、まあ、陰キャ地域のね、僕たちや、あなたたちが支持をしてしまう、票を入れてしまうと、まあ、将来的にね、長期的な合理で見た場合にね、首を絞めることになってしまうんですね。まあ、そういったね、チャンネルをね、登録するよりかは、小屋のるさんですね。小屋のるさん、もう毎日中央大学で発表して、
まあ、頑張ってます。まあ、留年もされたみたいで、しかもなんか2単位ぐらい足りなくて留年みたいな、まあ、ちょっとどうしようもないって言ったら申し訳ないんですけども、どうしようもないっていう、まさにその、彼が悪いとかそういう話じゃなくて、どうしようもない状況に追い込まれています。学費もね、払わないといけないし、うん。まあ、そういう方がね、まあ、ちょっと今画面枠出てるんですけど、小屋ミームとか言って猫ミームのなんか真似をして踊ったりとか、もう体張ってるんですよ、明らかに。体張ってるんですね。はい。で、なんかその実際に直接メッセージ話してみると、この人もちょっとね、僕と同じで、ちょっと統合失調症的な部分がね、若干あるんですけど、でもそんなね、小屋のさんに対して、なんて言うんでしょう、来るコメント、寄せられるコメントっていうのは、まあ、なかなか辛辣で厳しいものなんですよ。まあ、本人はね、そういうコメント、まあ、面白おかしく、見ているのかもしれないんですけど、まあ、旗から見た場合、まあ、やっぱりその、こういったね、湯浅凪のコメント欄みたいな、まあ、ああいうまあ優しいコメントがあってもいいと思うんですよ。だから私は今ね、この動画見てる人は、まあ、今すぐね、小屋のさんの動画、どれでもいいんですけど、まあ、優しいコメントを書いて、で、まあ、こういうね、自分たちと同じような人間っていうのを応援すること、まあ、それがね、あれですよ、投票行動ってやつですね。自分たちの、まあ、今ってその代表民主制なので、直接民主主義じゃないんですね。こういうその、小屋のさんみたいな、小屋のさんだから、ある意味その政治家というか、まあ、ちょっとなんか言葉にちょっと語弊あるかもしれないですけど、まあ、私たちのね、民意を代表する、民意の代表者なんですね。まあ、ひもてとか、陰キャとか、地牛とか、そういうのの、まあ、自分でも書いてますけど、その童貞とか、そういうのの民意を表出する代表者。まあ、そういう人にちゃんと投票しないで、こういうね、岩佐凪みたいなさ、アイドルに投票しても、いつまで経っても、こう、日本社会っていうのは良くならないって、まあ、そういう話でした。以上です。